マジでやる気なのかよ。ユウスケ、お前ビビってんのか。ちげえよ。怖いんなら降りろ。へたれが。おい、今なんつった。なんだ、やんのかよ。やめろよ、お前ら。天馬、おめえもビビってんなら降りろよ。達也、てめえ。ほら見ろ、だから俺は達也の話なんか乗るのは嫌だっつったんだな。やっぱこいつは昔から最低な野郎のままだ。なんだと？喧嘩しか能のねえ最低野郎だっつってんだ。え、誰が調子乗ってんじゃねえぞこら。何すんだよ。そうやって何でもすぐぶち切れて済ます最低野郎だから誰もついてこねえんだよ。てめえ、どけ。言いたかねえけどよ。あ？お前、高校もその言葉にブチギレて辞めさせられたじゃねえか。なあ、頭冷やせよ。てめえもそう思ってんだろうが。達也、無理だ。付き合いきれねえ。行くぞ。一人で勝手にしねえ、最低のクズ野郎が。仲間なんていらねえ。俺に必要なのは力だけだ。余裕なんですけど。
いい気になってんじゃねえぞ。お願いです。もう少し待ってください。お金借りて返さない。悪いことね。必ず返します。あと3日、いや、あと2日待っていただければ。でも嘘つくの元悪い。大丈夫よ。腎臓一つ売れば500万くらいすぐ返せるね。黙って商売。もっともっと悪いあるよ。誰に断ってここで闇金やってんだ。え？チャイニーズがよ。なんだお前。俺は東上界の工藤ってもんだ。ここは上海じゃねえ、東上界の島だ。黙って商売してただで済むと思ってんのか。俺が上になしつけてやる。わかんだろ。どこの誰だって。は？お前耳聞こえねえのか。俺は東上界の。俺は東上界直系久喜組の戸田ってもんだ。逃げられるわけねえだろ。てめえ東上界の名前語ってただで済むと思うなよ。しょうがねえ。お前腰回り悪かったね。殺せ。てめえ来いよ。いい度胸だ。だが相手が悪かったな。やべえ、あんたマジ熱いね。ああ、ガキ。おとなしく金渡せよ、おっさん。このクソガキが。ガキ相手にドス使うのかよ、おっさん。調子に乗るなよガキが。登場かよ、極道を舐め腐ってただで済むと思うな。それがどうした。てめえらみたいな大人がね。待て、待ってくれ。一番ムカつくんだよ。
嘘だろ。死んでる。マジかよ。
来いよ来いよ。どこ行くの？わかんねえけど、ちょっとしばらく帰らねえ。ねえ達也。なんだ。家に少しはお金入れてくんない？あ？やばいことやって稼いでるんでしょ？あるじゃん。ありがとう。金しか頭にねえのかよ。とにかく逃げるしかねえ。とにかく遠くへ。おい、おくれ。なんだ。おいおい、お前これがメモリ全部？友達少ねえな。かわいそうなやつだ。返せ。ああ、このヒロコってのはお前のこれか？ぶっ殺すわ。預かっておく。考えたもんだね。登場会の名を出せばチャイニーズの新興闇金はきっとビビって金を出す。それをいただこうってわけだ。おい、外してやれ。おっと、よく見たまえ。しかし所詮はガキの考える短絡的な計画だ。な、何のことだ。昨夜君が起こした事件、私は全て見ていたんだよ。何言ってんのかわけわかんねえ。後ろを切るのか、そら無理だ。これが何だかわかるかね。私は久喜龍太郎、久喜組の組長をやってる。まさかあの戸田がガキに殺されるとはな。戸田は私の右腕だった男だ。だが表向きはれっきとした中華料理屋長楽の経営者でね。あそこはその事務所でもある。だからそれがどうした。つまり君は善良な一市民を殺してしまったわけだよ。強盗殺人は重罪だ。ましてや君には前がある。良くても10年以上の刑務所行き。悪けりゃもっと長いな。いや、最近は少年犯罪にも厳しいからな。もっと重くなるかもしれんな。無期懲役とかな。だが普通に警察に突き出すのは面白くねえ。私はこう見えても実はエンターテイナーでねえ。やるんならさっさとやれ。冷静に考えたまえ。証拠のビデオも
君の実家からの交友関係の情報もこっちは全てを握っているんだ。君がおとなしく話を聞かないと君だけの問題じゃなくすることもできるんだよ。え、お姉さんの紗衣子さんだって君が死体で上がることを望んでいないだろう。君にチャンスをやろう。生きるチャンスをな。戸田はな、実は大学時代空手で関東を制したほどの男だ。それが手も足も出なかった。君には作ろうとしても作れない野生の魅力がある。そう、荒れ狂う竜のようなね。どこに行く気だ？天国か地獄か、そいつは君次第だ。神室町が戦後の闇市だった時代だ。空き地に新中の払い下げのテントと粗末な四角いリングが建てられ、そこで掛け試合が行われた。君も私も生まれるずっと前の話だ。